ね。はい。はい、ゲスト皆さんお迎えいたします。拍手でお迎えください。ベースボールウェイズ2018の皆さんです。マイクは持ってないですね。はい、じゃあ、まあ、改めてってことになりますが、背番号を見ていただきながら順に自己紹介をお願いします。はい、ベースボールウェイズ背番号1番リーダーのマリアです。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。マリアさん、はい、そしてベースボールメイツ背番号3番モモカです。よろしくお願いします。3番3番ターンしていただいて3番モモカさん、よろしくお願いします。そして続きまして、はい、私はベースボールメイツとして仕事をさせていただけることになってから本当に時間が過ぎるのがあっという間で、名古屋ドームでの試合にほぼ毎日ベースボールメイツとして関わることができて、本当に濃い時間を過ごすことができたなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに背番号2番さん今日いないんですけどもね、諸事情でこのステージには間に合わないとのことです。どうぞご了承ください。試合進行のお手伝いはしてくれるのね。はい、はい、2番はアルミちゃん、はい、球場の中でぜひご注目ください。ありがとうございました。ボールを届けるときに扉が開ききる前に走り出してしまって、結構な勢いで壁に激突したことがあるので、そういう壁に激突した。まだ完全に開いてなかったのにちょっと計算ミスで思いっきり出ちゃって、結構肩をガンッつけちゃってすごい痛かったので、今日は痛い思いしないように頑張ります。なるほど。その後、走りに影響はしてないんですね。ちょっとニヤニヤしちゃうのをこらえながら頑張って走ったつもりなんですけど、もしちょっとニヤついていたら、ちょっとそれは反省してます。なるほど。その辺のニヤつきにもぜひ皆さんご注目いただきながら、はい、試合に戻ってください。ありがとうございます。お互いに頑張りましょう。お願いします。そうですね。はい、よろしくお願いします。最後に我々全力パフォーマンスさせていただきます。ではね、何人皆さん全員残っているところで一緒に締めさせていただきたいと思います。今年も DDC 特情報ですね、1年間、不毛なこともいっぱい喋りましたが、皆さんの盛り上がりですね、ご声援のおかげでですね、精一杯努めることができたのではないでしょうか。本当に皆さんありがとうございました。最終戦も試合だから心一つにいきたいと思います。ご賞はぜひよろしくお願いします。いきますよ、よろしいですか。原点回帰ドラゴンズアイ、本日もご声ありがとうございました。